おはようございます。んです。実はこの一週間、テスラを取り巻く環境が大きく動きました。サイバートラックの大量リコール、政治的抗議の拡大、スーパーチャージャーの圧倒的な信頼性、そしてエネルギー事業の進展やギカファクトリーの最新状況まで、まさに激動の一週間だったと言えるでしょう。 普段はテスラ株をウォッチしている方もオーナーとして塗られている方も今回の内容はきっと気になってくると思います。なぜならテスラという企業の今後を読み解くヒントが今日はお伝えする11本のニュースに詰まっているからです。 ということで今日の動画では11本の最新ニュースを4つのテーマに分けて重要なポイントについて解説していきます。最後までご視聴してもらえれば今のテスラをどう捉えるべきなのかあなた自身の判断材料になると思いますのでぜひ最後までご視聴ください。ではまず最初のテーマはテスラと政治的抗議。こちらから見ていきたいと思います。アメリカでは現在テスラテイクダウンと呼ばれる 抗議運動が計画されていて、なんと全米で277カ所のテスラ店舗やスーパーチャージャーステーションを対象に500件以上の抗議が行われる見通しです。この背景にあるのは、イーロン・マスクさんの政治的発言やトランプ大統領との関係性に対する反発です。 テスラの製品や施設が直接的な攻撃を受けるケースもあり、一部では放火や落書き、破壊行為といった過激な行動も報告されています。これに対してイーロンさん自身も反応しています。イーロンさんはインタビューで自分は何も悪いことはしていない。我々は平和的な企業だとコメントし、破壊行為や攻撃に対して強い違和感を示しました。 また、これらの攻撃の背後に政治的な意図があるとも発言していて、事態は単なる企業批判ではなく政治的な対立の一部として拡大している印象を受けます。一方でヨーロッパではもう少し冷静な反応もあります。ドイツギガファクトリーの責任者であるアンドレ・トゥーリッヒさんは、我々は政治的な立場は取らない、いい車を作ることに集中しているとコメントされています。 現場レベルでは政治的な影響を極力排除し、あくまで製品と生産にフォーカスしていることがわかります。このようにイーロンマスクさん個人の発信がテスラという企業全体のブランドイメージに直結してしまう構造は、これらの経営にも影響を与える可能性があります。 特に株主や長期的な投資家にとっては製品以外の要因で企業価値が左右されるという点は見逃せないリスクとも言えると思います。では次にもっと事務的な話題に移ります。品質と信頼性の今ということをテーマにサイバートラックのリコールやスーパーチャージャーの実力について見ていきます。 まずは多くの注目を集めているのがサイバートラックに関する話題です。2024年11月から2025年2月までに生産された約4万6千台のサイバートラックがリコール対象となっています。理由はフロントガラスの横にある外装パネル、いわゆるカントレールが走行中に外れる可能性があるというものです。 このパネルは接着剤で取り付けられていますが、環境要因などによって剥がれてしまうケースがあるとのことです。現在、テスラはより強力な接着剤と補強を加えた修理対応を予定していて、オーナーへの通知は2025年5月までに行われる見込みです。なお、この問題による事故や怪我の報告は現時点ではないとされています。 このような品質上の課題に対して、テスラはソフトウェアとハードウェアの両面で改良を重ねています。その一例が車両のセキュリティ機能、セントリーモードに追加された新しい抑止機能です。これはサイバートラック向けに実装されたもので、不審な動きを検知すると、車内ディスプレイの明るさを最大にし、最大音量で音楽を再生させるという機能です。警報に加えて音による警告で、 泥棒やいたずらへの強力な抑止効果が期待されています。外部スピーカーを活用したこの機能は今後他のモデルにも展開される可能性があるかもしれませんが、現時点では明言されていません。一方で、テスラの信頼性の高さを裏付けるデータもあります。 コンシューマーレポートの調査によると、テスラのスーパーチャージャーは他社の充電ネットワークと比べて圧倒的にトラブルが少ないという結果が出ています。スーパーチャージャーを利用した際に問題が発生した割合はわずか4%。 それに対してシェルリチャージは 48%EVGO は43%でブリンクでは41%と他社のネットワークではトラブルの発生率が非常に高いことが明らかになっていますつまりハードウェアの面では課題がありつつもインフラの信頼性ではテスラが他社を大きくリードしていることがわかりますこれは特に自宅での充電環境が整っていないユーザーや 長距離移動が多い方にとっては大きな安心材料になるのではないでしょうか。では次に車ではなく電気そのものに注目してみましょう。テスラのエネルギー事業が着実に進んでいることを示す最新の動きについてご紹介します。はい。ではここからはテスラのエネルギー事業と充電インフラに関する最新の動きを見ていきます。まず注目すべきは テスラが中国の上海に建設したメガファクトリーから初めてのメガパックがオーストラリアへ出荷されたというニュースです。この上海メガファクトリーはテスラがエネルギー貯蔵事業をさらに拡大するために建設された施設で年間約1万台40ギガワットアワーの生産能力を持つとされています。 出店によればメガパック1台あたりで最大3.9メガワットアワーの電力を蓄えられるとのことです。これは一般家庭約3600件分の電力を1時間提供できる容量に相当します。エネルギー貯蔵という分野においてもテスラはすでにグローバルな展開を始めています。またアメリカ国内でもエネルギーの進化が進んでいます。 テスラはコラロド州で地元電力会社エクセルエナジーやイトロンと提携し、仮想発電所 VPP の拡大を進めています。これは家庭に設置されたパワーウォールをネットワーク化し、電力需要のピーク時に自動で供給を最適化するという仕組みです。 このプロジェクトでは、イトロのプラットフォームとテスラのエネルギー管理システムが連携し、再生可能エネルギーをより効率的に活用するための実証が行われています。副社長によると、この取り組みは、顧客が必要な時に太陽エネルギーを利用できる仕組みとして、電力網全体の信頼性を高める狙いがあると説明されています。さらにユニークな展開としては、ロサンゼルスで進められているテスラダイナーの建設があります。 この施設はダイナー、ドライビングシアター、そして V4 スーパーチャージャーを組み合わせた新しいコンセプトの複合施設です。すでに3つのソーラーキャノピーと最新型の充電器が設置され、2025年のオープンに向けて準備が進んでいます。 テスラはソフトウェア面でもこの施設を車両メニューに組み込む動きを見せていて、充電インフラとエンタメ、そして再エネの融合が現実になりつつあります。このようにテスラは車を作る会社からエネルギーとライフスタイル全体を設計する企業へと変貌を遂げようとしています。車両の販売台数だけでは測れない成長の鍵がこうした取り組みの中にもあるのかもしれません。では最後にテスラの製造現場に目を向けてみましょう。 ギガベルリンでは今どんな動ききが起きていいるのかを紹介しますはい、ではでここからはギガベルリンの話になるんですけれどもギガベルリンでは現在新型モデル Y の生産に完全に切り替わり再び生産能力の最大化に向けた動きが進んでいます工場責任者のアンドレ・トゥーリヒさんによると現在は1日あたり約1000台の生産水準への回復を目指していて 現場ではその体制が整えられている段階です。倉庫内の在庫は約3200台。これは昨年の生産ペースで換算すると、およそ3日分に相当するとされています。この数字から見ると、生産量に対して需要が安定していることが伺えます。一部で懸念されていた人員削減や生産停止についても、現時点ではそのような計画はないと明言されています。 ギガベルリーではドイツ国内のみならず EU 圏内外の37の市場に向けてモデル Y を出荷していて引き続き重要な拠点であることに変わりはありませんちなみにドイツ国内でのテスラの販売台数は2月に落ち込みましたがこれは工場の生産切り替えによる一時的な影響であるとされています営業部門が担う販売戦略と現場の生産とは切り離してみる必要があります 政治的な議論や外部からの批判が続く中でもギガベルリンは地道に生産体制を強化しテスラの中核工場としての役割を果たし続けています中の現場がしっかりと機能しているということは長期的な企業価値にもつながっていくと思いますでは最後にこの11本のニュースを踏まえてテスラの今をどう捉えるのかそして私たちはどう向き合うべきかをお話しして締めくくっていきたいと思います はい。では今日はここまでテスラに関する最新ニュース11本を4つのテーマに分けてお届けしました。今回の内容を振り返ってみると、サイバートラックのリコールや抗議活動の広がりといったネガティブな話題が目立つ一方で、エネルギー事業の拡大やギガベルリンでの安定した生産体制など着実に進んでいるポジティブな動きも見えてきました。 重要なのは、こうしたニュースを一つ一つの出来事として捉えるのではなく、全体の流れの中で見ることだと思います。例えば、政治的な批判が強まっている今だからこそ、テスラのブランドは問われています。 でもその一方で他社を圧倒する充電インフラやエネルギー事業の展開を見ると強さも同時に感じられます。つまりテスラという企業は今様々な揺さぶりを受けながらもそれをバネに進化しようとしているさなかなのかもしれません。オーナーとしてあるいは株主として今のテスラをどう見るのかは人それぞれではありますが、 今回のニュースがその判断材料になれば嬉しいなと思います。最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。今日は大きく上昇し273ドルとなっております。この原因として先日のイーロンさんの全社員ミーティング、関税除外の可能性という情報が影響しているとのことです。また新しい情報は調べて YouTube でお届けしていきます。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。 僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録をお願いします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた推進です。 今日の動画の最後にテスラに乗られている方にぜひ知っていただきたい保険の話を少しさせてください僕自身テスラオーナーとして日々感じるのがテスラの自動車保険についてですテスラの場合自動車の保険で困っている方が多いという現状がありますそんな中でテスラ専用の保険サービスが生まれましたそれがテスラ専用の保険代理店の a r k 8です 実際に対談させてもらい、お話を伺ってみたところ、一般の保険ではカバーされにくい細かなトラブルも対応してくれるし、かなり心強い保険内容になっていると思います。僕の YouTube でこの ArcAid さんとの直接対談もさせていただいていますので、テスラに乗っているけど保険は普通のままと言われる方は、ぜひ一度チェックされてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。